今回の問題。こちらの構成の場合、非指定ポートはどこになるでしょうか？待機幅、プライオリティは全て同じものだとして考えてください。また、スイッチのブリッジプライオリティを変更するコマンドは、何々モードでスパニングツリー、何々を指定してプライオリティを指定します。当てはまる言葉考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。今回の構成の場合、非指定ポートはこちらになります。スイッチのブリッジプライオリティを変更するコマンドは、グローバルコンフィギュレーションモードで、スパニングツリー、VLAN、VLANID を指定して、プライオリティを指定します。お世話になっております。マサルです。今回は前回の続きをやっていきましょう。練習問題を通じて、どこが非指定ポートになるのか、しっかりわかるように練習していきます。さらに、ブリッジプライオリティを変更させることで、ルートブリッジを変更させる設定にも一緒にチャレンジしてみます。それでは早速始めていきましょう。冒頭練習問題にチャレンジしていただきましたが、皆さんどうだったでしょうか？各ポートの役割分かりましたか？各ポートの役割はこのようになっています。正解できましたでしょうか？パッと見で考えると、ここが非指定ポートになるのは意外に感じた人も多いのではないでしょうか？このままだと PC からサーバーへ通信するときに、わざわざ遠回りすることになりますよね。今回の構成のようにブリッジプライオリティが全て同じ場合は、意外なスイッチがルートブリッジになり、意図しない経路になることがあります。では、どうしてこのような経路になったのか、前回の復習になりますが、ポートの役割に注目しながら流れで見ていきましょう。まず、スパニングツリーのポートの役割を考える問題に出会ったら、ルートブリッジの位置を把握するところから始めます。ルートブリッジは、ブリッジ ID が一番小さいスイッチが選出されます。ブリッジ ID は、ブリッジプライオリティと Mac アドレスでできていましたね。この2つは、ブリッジプライオリティが優先して比較されます。今回、どのスイッチも同じプライオリティです。比較しても差が出ないので、Mac アドレスで比較することになります。Mac アドレスを比較すると、このスイッチが0006から始まっており、一番小さい Mac アドレスを持っています。よって、このスイッチがルートブリッジです。ルートブリッジが分かったら、次はルートポートを調べます。ルートポートは、各スイッチでルートブリッジに一番近いポートです。近さは累積パスコストでまず計算されます。今回は全て同じ帯域幅なので、各スイッチでルートブリッジに近いポートは、まずこことここですね。このスイッチはパスコストが同じになるので、接続しているスイッチのブリッジ ID を比較します。各スイッチのブリッジ ID はプライオリティが同じなので Mac アドレスで比較して、Mac アドレスで比較すると9744のこちらの方が小さい Mac アドレスになり、こちらがルートポートに選出されます。ルートポートが分かったら次は指定ポートです。指定ポートは各リンクでルートブリッジに最も近いポートです。指定ポートはリンク単位で見ていきましょう。指定ポートはリンク上に必ず存在するので、ルートポートの代行は自動的に指定ポートになります。前回の動画でお伝えできていませんでしたが、ルートブリッジの各ポートは指定ポートになります。ルートブリッジなのにルートポートになったり、非指定ポートになったりすることはありませんので、しっかり覚えておきましょう。ルートブリッジでスパニングツリーを構成するリンクは全て指定ポートになります。残ったリンクでどちらが指定ポートになるのか考えていきましょう。このリンク内でルートパスコストが小さい BPDU を送信する方が指定ポートになります。このスイッチとこのスイッチのルートブリッジまでのパスコストを比べると、こちらのスイッチはリンク1つ分の距離、こちらのスイッチはリンク2つ分の距離です。よってパスコストが小さい BPDU を送信するこちらのポートが指定ポートになります。そして残ったポートが非指定ポートになります。ここまではほぼ前回の復習なんですが、皆さんどうだったでしょうか？ここからが新しい内容になっていきます。冒頭お伝えしたように、今回の構成の場合、このような経路になります。PC からサーバーに通信しようとしたときに、わざわざ遠回りしてしまうんですね。できればわざわざ遠回りしないで、最短経路で通信させたいですよね。今回なぜこのような経路になってしまったのかというと、このスイッチがルートブリッジになったからです。なので、ルートブリッジを変更してあげれば、最短経路で通信させることができるようになります。ルートブリッジはブリッジ ID で決まり、ブリッジプライオリティが優先して比較されるので、ブリッジプライオリティを他のスイッチよりも小さく設定をすれば、設定したスイッチがルートブリッジになります。では、パケットトレーサーを使って実際にブリッジプライオリティを変更して、ルートブリッジを変更させてみたいと思います。では、パケットトレーサーを使って、ブリッジのプライオリティを変更して、ルートブリッジを変更してみたいと思います。現在はこちらのスイッチがルートブリッジになっているので、こちらのスイッチをルートブリッジにします。こちらのスイッチのブリッジプライオリティを0に変更していきます。それでは始めていきます。スイッチを選択して CLI からコマンドを打っていきます。イネーブルで特権モードになって、Conf-T でグローバルコンフィギュレーションモードに移行してください。ブリッジプライオリティを変更するコマンドは、スパニングツリー VLAN、VLANID を設定して、プライオリティ、この後ろにプライオリティの値です。スパニングツリーの話なのに、どうしていきなり VLAN の話が出てきたのか、困惑する人もいると思いますが、スパニングツリーは VLAN ごとに設定することができます。今回は VLAN1 のブリッジプライオリティを0にしてくださいという設定になります。では、この設定を投入します。設定すると、このように再計算が行われます。再計算が終わるまで約50秒程度かかりますので、少し時間を置きます。再計算が終わりました。ルートブリッジがこちらのスイッチになったことで、非指定ポートが移動しています。今、通信をすれば、PC0 とサーバーの通信は最短経路で通信することができそうですね。それではパケットトレーサーを使ってブリッジプライオリティを変更してみました。実習は以上です。お疲れ様です。はい、実習お疲れ様でした。ブリッジプライオリティを0に変更したことで、ルートブリッジに変更がありましたね。ルートブリッジが変わった構成で、どのようにポートの役割が決まったかも流れで見ていきましょう。ルートブリッジが決まったら、次はルートポートを探すところですね。ルートポートは累計パスコストで考えていきます。各スイッチの累計パスコストで小さいのはこことここですね。こちらはすぐにわかります。このスイッチは両方とも経路が同じパスコストになるので、その場合は接続先のスイッチのブリッジ ID が小さい方が選ばれます。プライオリティは同じなので MAC アドレスが比較され、0006を持っているこちらのスイッチの MAC アドレスが小さいので、こちらがルートポートになります。ルートポートが分かったら、次は指定ポートを探していきます。各リンクで指定ポートが存在するので、ルートポートの対抗は指定ポートになります。残ったこのリンクに注目して、どちらが指定ポートになるのか考えていきます。指定ポートになるのはルートパスコストが小さい BPDU を送信する方なので、こちらのスイッチはリンク1本分、こちらのスイッチはリンク2本分なので、比較するとこちらのスイッチの方が小さいですよね。なのでこちらのポートが指定ポートになり、最後まで役割が決まらなかったこちらのポートが非指定ポートになります。スパニングツリーは何度もやれば理解が深まっていきます。一度コツをつかまれば必ず正解ができます。出題率も高いので、スパニングツリーの問題はラッキー問題と捉えることもできます。練習するときは、どうしてこのポートがこの役割になっているのか、自分で自分自身に説明しながらやってみてください。それでは最後に今回の学習内容をまとめましょう。今回はこちらの構成でどのポートが非指定ポートになるのかを考えてもらいました。今回の構成の場合はこちらがルートブリッジになるので、非指定ポートはこちらになります。スイッチのブリッジプライオリティを変更するコマンドも一緒に勉強しました。グローバルコンフィギュレーションモードでスパニングツリー VLAN。VLANID を指定して、その後ろでプライオリティを指定します。それでは今回の動画は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。